はい、タオです。今回はですね、ネットフリックス10年で 4000% 高ということで話をしていきたいなと思います。2010年代、最も輝いた米国株ということで、ネットフリックスっていうのが挙げられますと。41.8 倍ということで、とんでもない成長率なわけですね。で、このネットフリックスっていう会社は、動画配信サービスを今やってるということで、すごく有名なサービスなんですけど、もともとは1997年に DVD の輸送レンタルを開始しているということなんですよね。で、実際動画配信サービスを開始したのは2007年ということになります。で、世界中でですね、9800万人の有料会員がいますよという話なんですよね。で、この話を聞いた時にですね、私がピンときたというか、あ、これはもう革新に変わったっていう話があるんですけど、ね、もともと DVD の輸送レンタルをしていた会社が動画配信サービスに切り替えたことによって、米国株で、ね、4000% 高、2010年代、ね、最もインターネットが世界中に普及して、で、テクノロジーの進化があった2010年代で最も輝いた米国株に上がっているということなんですね。ここで、やっぱり一番気づかなきゃいけないのは動画配信サービスっていうところですよね。これは世界で、ね、最も輝いている米国株が動画配信サービスをやって成功しているということであれば、ね、私たち個人に置き換えてもこれ全く同じことが言えるということなんですよ。世界で流行っているものが動画配信のサービスなんだったら、私たち個人がビジネスをやって、ね、成長していきたいっていうふうに考えたら、やっぱりね、大手がやっている、ね、世界で最も流行っていることを真似するというのが一番早い近道なんですよね。ネットフリックスっていうと、ものすごい遠い存在っていうふうに感じてしまうかもしれませんけど、たくさん動画配信をするサービスっていうのは、日本にもあるわけですよね。で、その最も有名なところで、YouTube と、ね、いう動画配信サービスがあるわけなんですけど、ね、この YouTube っていうのをやっぱり自分のビジネスに活かしていくことによって、すごくね、メリットを得られるというふうに私は考えています。私も実際ね、普段は物販をやりながら、こうやって動画配信をしていって、ね、コンサルだったりコーチングっていうことをね、させていただいて、これまでに数千万円っていうね、利益を上げてきているわけなんですけど、本当に YouTube の凄さ、ね、基本的には YouTube でしか集客今までしてなかったんですけど、これだけやっていても、ね、ものすごい売り上げになる、ものすごい利益を生むなっていうのはもう私は確信に変わっているので、今日はこのね、Netflix っていう会社がもう世界で最も輝いたと、その要因となったのが動画配信サービスだということなので、私たち個人レベルで考えていっても動画配信サービスっていうのはね、すごく大事だよというところで、YouTube というところに視点を当てていきたいなというふうに思っています。私のチャンネルではこういったビジネスに関する、情報発信というのを主にさせていただいてますので、もし興味がある方はですね、ぜひ私の LINE アットの方でお友達になっていただければ、毎日こういった配信届きますので、ぜひですね、公式 LINE の方ご登録をよろしくお願いします。早速本題に入っていきたいんですけど、ね、今日は YouTube をすることによって得られる3つのメリットということで話をしていきたいなと思います。ですね。で、まず1番目。これが一番大きいと思います、ね。無料で始められるということですよね。基本的に YouTube に動画をアップロードするってなった時に、じゃあお金がかかりますかっていうと、お金は0円なわけです。本来集客と、ビジネスでね、集客をしますってなった時に、新聞の折り込みチラシだったりとか、手配りのチラシだったりとか、テレビ CM だったりとか、いろんなね、広告宣伝がありますけど、基本は有料なわけです。しかも、そういった広告っていうのはかなりやっぱりお金かかるわけなんですよ。で、そうした時に、ね、無料で始められるっていうのは、これはビジネス初心者ですよね。まだビジネスをやったことがなくて、ね、売上っていうのがどうやって立っていくのかっていうね、計算もできてませんと、検証もできてませんと、ね、そういうビジネス初心者にとっては、ものすごく参入しやすい、ね、サービスだということなんですよね。ですから、ビジネス初心者が集客をしていこう、ね、自分の商品サービスを販売していこうとした時に、集客する媒体としては、YouTube っていうのは本当にね、無料で始められるので、今すぐ始めた方がいいサービスということですよね。で、2番目ですね。はい。2番目は、誰でも簡単にアップできるということです。動画をね、撮影するときもですね、最初はスマートフォン1台あれば、動画っていうのはもう撮影できます。で、今のスマホって、ものすごく映像綺麗ですよね。
基本的には新しいスマホを持っていますということであれば、もうそのね、スマホで十分撮影することはできるんですよ。ね、ですから、なんかこう、テレビ局で、まあ、テレビのね、撮影をしますってなると、すごいね、本格的なビデオカメラが必要だったり、ものすごい照明が必要だったりとか、ね、音響が必要だったりとか、いろんなものが必要になってきたりするんですけど、基本的には、ね、スマホ1台あれば、最初の投稿っていうのはできます。ね、だから、ものすごく、無料で始めるということで、参入障壁が低いですし、ね、さらに誰でも簡単に動画をアップロードできるという点を考えると、かなり始めやすいサービスだということが言えますよね。で、3番目はですね、動画一本一本が資産になるということなんですよね。まあ、これちょっとどういうことかっていうと、まあ、あなたが毎日コツコツ動画をこうアップしていきましたと。で、そうした時に、チャンネルを立ち上げた時っていうのは、再生回数が、まあ、こんな感じなんですよ。ね、1回、2回、3回、4回、5回とかってこのぐらいの再生回数なんですよね。それでもめげずに動画をこうどんどんこうアップしていってですね、もし仮に1本の動画が1000再生とかね、いきなり伸びる時があるんですよ。1000とか、まあ、1万とか、ね、10万とか、1本の再生がこうやって伸びる時があるんですよね。ぐーっと伸びてくると。そうすると、今まで、ね、すごい寂しい再生回数だったこの積み上げてきた動画たちに、どんどんこうね、視聴回数っていうのが流入してくるんです。この1本の動画をきっかけに、今まで積み上げてきて、もう本当にスズメの涙ほどの再生回数だった動画っていうのが、脚光を浴び始めるんですね。今まで頑張って撮ってきた動画っていうのが、無駄にならないんですよ。ね。ちゃんと、後々になって、この積み上げてきた動画が、例えばまあ、10本よりも100本、100本よりも1000本、1000本より1万本っていう風に、動画が溜まっていれば溜まっているほど、後々爆発して、ね、それで一気にね、チャンネル登録者数が伸びる可能性っていうのが増えてくるんですね。だから仮に、ね、最初やり始めて動画の視聴回数があまり伸びないということで悩んでいたとしても、それは、ね、結果的にこういうね、ヒット作を出すための下積みだと思ってもらって構いません。ね、だから、1本撮ってなかなか再生数が上がらないとかね、10本撮って全然再生数が上がらない、だからやめるっていうんじゃなくて、ね、いつかね、こういうヒット作が出てきた時の、ね、その下積みとして動画を貯めておくっていうのはすごく大事になってくるということですね。で、この話っていうのは、以前、堀江門さんですよね、堀江貴文さんっていう方が、スピッツっていうね、バンドの話で話していた話なんですけど、なんで、じゃあスピッツが売れたのかっていうと、ね、スピッツっていうのは、アルバム4枚目でね、爆発的に売れたらしいんですよね。で、そうした時に、スピッツっていうのは、その4枚目のアルバムが売れた時にですね、一気にこう、4枚目のアルバムがヒットした時に、ね、それまで作ってきた曲っていうのがあったわけです。で、3枚、ね、以前にアルバムを作ってるわけですから、曲を作ってたわけですよ。ね、そうした時に、これがバーンと一回受けた時に、ね、視聴者さんっていうのは、何をするのかって言ったら、他に何か曲ってないのかなっていうのを探しに行くわけですよね。で、そうした時に、スピッツっていうのはちゃんとそれまでに曲っていうのをね、いくつもコンテンツとして持っていたので、あ、この人たちってすごいいい歌歌ってるんだなと。この 4枚目のアルバムの内容もすごく良かったけど、以前の曲を見てみたら、これはこれですごくいいなっていうことで人気が爆発したらしいんですよね。で、これが仮にね、一発屋っていうことで、ね、1枚アルバムを作って売れましたと。ね、そうした時に視聴者さんが、あ、他の曲ってないのかなって見に行った時に、全くね、コンテンツが用意されてないということになると、本当にこれ一発で終わってしまうということなんですよ。YouTube もこれと全く同じです。ね、一本、ね、例えば、もう極端な話ね、最初のアップロードした動画が一発で1万再生とか10万再生いきましたってなっても、他の動画がないってなると、やっぱり視聴者さんってのは飽きちゃうんですよ。そこで終わっちゃうんですよね。いろんな動画があるから、いろんな動画を見て楽しむ。このチャンネルの中に、いろんな動画があるから、ね、お客さんっていうのは、この一本の動画であなたのチャンネルを知ると。そしてそのチャンネルの中で、もっといろんなコンテンツないかなって見ることができるんですけど、これがないということであれば、もうチャンネルに来たはいいけど、もうこの4枚目のアルバムだけ見たらもう飽きちゃうんですよ。それで他に行っちゃうんですよね。ですから、しっかりとこのコンテンツの量っていうのを増やしていくっていうのはすごく大事ですし、ね、この増やす段階で、たとえそのアクセスが集まらない期間があったとしても、それは、ね、いつか
ここを狙っていくってことなんですね。いつか大ヒットした時のためのコンテンツを今増やしてるんだという感覚を持って YouTube の投稿をしていただけると一喜一憂しなくなります。今日アップした動画が再生数が少なかった。あ、やっぱりやめた方がいいのかな、なんていう一喜一憂っていうのがなくなるので、淡々と淡々と毎日やるべきことをやるというような考え方になっていくんですね。今回の話っていうのは、ね、Netflix がね、世界で最も輝いた株なわけです。米国株なわけですよ。ね、結果を出してるっていうことなんです。ね、そのネットフリックスがやっているサービスっていうのが動画配信サービスなんですよ。ね、で、私たち個人レベルでもこれは同じことが言えると。ね、同じように動画配信サービスがもう流行ってるというのは事実なわけなんで、この事実に基づいて、じゃあ次ね、自分のビジネスを飛躍させるために何を使うのかって言ったら、もう動画なんですよ。ね、間違いなく動画なんですね。そうした時に今メジャーなのがやっぱり YouTube ですから、YouTube 使わない手はないということなんですけど、YouTube にはまあ3つのメリットがあるということで、まあ、無料で誰でも始められると。ね、すぐに、まあ、今日から始めることができるということですし、スマホ1台あればね、もう始めることができる。ほとんどの人がスマホ持ってますから、ね、この動画を見ているあなたもすぐにね、動画をアップロードすることっていうのはできるんですよ。そしてさらに資産価値になると、一本一本撮った動画っていうのが、後々ちゃんと見られるようになる、ね、資産になっていくということが、この YouTube のメリットになりますので、ね、もう本当に今からビジネスをね、始めていきたいというふうに思っていらっしゃるんであれば、これからは自分を発信して自分の意見だったり自分の思っていることっていうのが商品とかサービスになる時代なので、もうぜひもう本当に本業が一つあったとしても、ね、副業っていう形でも構わないので、もうこういう動画配信っていうのはもうどんどんね、始めていっていただけたらいいんじゃないかなと思っています。はい、今回の話がですね、あなたにとって少しでも何かのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。動画の下にですね、LINE アットのご登録フォームがありますので、そちらをご登録いただくと、特典動画教材をプレゼントさせていただいております。今回のような動画の新着情報っていうのをお届けできますので、ぜひこの機会にご登録ください。またメルマガのご登録も動画の下記にありますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、あなたの貴重なお時間をいただきありがとうございました。あなたの成功を心からお祈りしております。それではまた。